あのそういう思いつきって大事なので、はい、その思いつきはいいのよ。だから今度はその思いつきを思いつきをも思いつきで、はい、その妄想と想像って大きく違うのは、はいはい、妄想は矛盾してくるけど、はい、想像はさ一応それ成功性を、はい、作らなきゃいけないので、はい、で読者が読みたいのはさ別に妄想読みたくないからだからその現実と大きく現実とフィクションの、はい、最も大きな違いっていうのはフィクションっていうのは矛盾がないのよ。だから現実にはこういう話でをしててもいや別に思いつきでこう看護師になったりするじゃんとかっていうのはあるけれど、はい、フィクションの場合だと看護師になるのにもやっぱり納得読者が納得いくような理由が必要なのよ。ですよね、なんかね、はい、あのやっぱり看護学校行ってる人の話とかを聞くと、なんかもう適当に行くとこないから行っちゃったみたいな感じの人もいて、それが現実なんだけど、でもやっぱり作品の中で特に主人公とかだったら、そういう人に書く、そういう人に書こうと思って書くことはできるけど、そうじゃない場合もあったりとか。はい、